高校2年の夏休み、俺は部活の合宿で、冒険の山奥にある合宿所に行くことになった。現地はかなりいい場所で、周囲には500から700メートルほど離れた場所に、観光地のホテルやコンビニなどがあるだけで、他には何もないけれど、なんか俺たちはすごくワクワクしてはしゃいでいたのを覚えている。ある日の夜のこと、暇を持て余した俺たちは、コーンの先生の許可をもらい、 コンビニまで買い出しに行くことにした。ワイワイ騒ぎながら、十人ほどで外に出て歩き始めると、昼間はそちらの方に行かなかったので気づかなかったが、合宿所の裏手に家らしき建物があるのが分かった。その建物には明かりがついていなかった。多分、空き家か民家っぽいけど、別荘かなんかだろうと思われた。友人が調子に乗って、 後で探検かね、と言い出したがあまり遅くなると顧問の先生にどやされるしひとまず買い出しが終わってから合宿所内で今後のことは考えようという話になったコンビニで買い出しをし合宿所に戻る途中後輩の一人が変なことを言い出した例の建物の玄関が少し開いていてそこから子供がこちらを覗き込んでいたという 俺たちは、そんなベタな手に引っかかんねえよ。と後輩をおちょくったが、後輩が真顔で、マジで見たんだって。というので、ちょっと気味が悪くなってしまい、家が見えるところまで確認に戻ったが、ドアは閉じていて、人の気配もなく、特に異常はなかった。俺たちは後輩をおちょくりながら合宿所へと戻った。合宿所へ戻り、 二階の廊下から外を眺めると、例の家の一階部分が木の間からわずかに見えた。俺と友人と、あそこに見えるのそうだよな。なんて話していると、家のドアがわずかに開き、暗くてよくわからないが子供らしい。人影が頭だけをドアから出して、こちらを覗き込んでいる。え俺と友人は、同時にその光景を目撃し、 沈黙した。その後、最初に口を開いたのは、友人だった。おい、あれって友人はかなり動揺しながらそう言った。俺も恐怖というより、あまりにも唐突なことで思考が停止してしまっていて、子供、こっち見てるよな。としか返せない。その時、後ろの部屋から笑い声が聞こえてきた。 俺と友人はその声にびっくりし、はっと我に帰った。そして俺は、これやばくねばっちり見えてるよな。と言うと、友人が、俺ちょっと携帯持ってきて写真撮る。と、自分の部屋へと走って行った。すると、騒ぎを聞きつけて、なんだなんだと合宿所にいる生徒が、他他校の生徒もいたので、総勢60人ぐらいが合宿所にいたのだが、 そのうちの半分ぐらいの三十人ほど。二階の廊下に集まり出した。子供らしき人影は、まだドアから顔のみを覗かせて、こちらを見上げているように見える。廊下は大騒ぎになり、とうとう顧問の先生たちも何の騒ぎだとやってきた。第一発見者の俺と友人が事情を話していると、窓から外を見ている生徒の何人かが、あと声を上げ、 太郎して聞き取れる音でバタンとドアを閉じる音がした顧問の先生たちが外を見る頃にはドアは閉じられ人影もなくなっており何事もない林と明かりもついていない家らしき建物が見えるだけだった当然先生たちは信じてくれなかったがノリの,のいい若い先生2人が一応確認しに行ってくれることになり合宿所の裏手へと回った 俺たちが窓から様子を見ていると、懐中電灯を持った二人が現れ、家の玄関のところで何かやっている。どうやら、ドアが開くか調べているようだが、開かないようだった。その後、誰かいますかと声をかけたりしていたのだが、反応がないらしく、五分惚れで戻ってきた。その後、何人かが携帯で撮影した画像も証拠として出したのだが、 所詮は携帯の画質。真っ暗な画像が映っているだけで、何の証拠にもならない。俺たちは、先生たちにさっさと寝ろとまくし立てられ、自分たちに割り当てられた部屋へと戻った。半端でもやもやして眠れない俺たちが、これから確認に行くか、それとも昼間行くかと話し合っていると、部屋の窓がどんどんと叩かれた。窓の外に人影も見える。 俺たちはさっきのこともありビビりまくっていると外から「おい開けてくれ」という声が聞こえてきたカーテンを開けるとそこには昼間仲良くなった他校の生徒5人がいた奴らはどうも窓の外にある20センチくらいの幅の出っ張りを伝って俺たちの部屋までやってきたらしい5人を部屋の中に入れるとどうも奴らも俺たちと同じ話をしていたらしく これから例の家に行くことにしたので、俺たちを誘いに来たらしい。俺たちもそれで決心がついたので、これから肝試しに行くことになった。メンツは、うちの学校からは、俺、A、B。他校からは、C、D、E。他の奴は、なんだかんだと理由をつけて結局来なかった。 俺たちは、五人が通ってきた窓の出っ張りを伝え外に出ると、先生に見つからないように、一旦道路に出て、そこから大回りに問題の家へと向かった。一応家の周りには、合宿所の二階廊下から丸見えなので、残った奴何人かが、異常があれば廊下から懐中電灯で合図してくれる、という計画になっていた。家の前に着くと、さすがに不気味だった。 遠見にはわからなかったのだが、壁には苔が生えているし、あちこちにツタも絡まっている。しかも、外から見える窓は、すべて板が打ち付けられていて、だいぶ長いこと放置された場所のようだ。最初、C と A と B が家の周りを確認しに行ったのだが、俺が開かないことはわかっていたが、何気にドアノブを回すと、 すんなりとドアは開いてしまった。急いで三人を呼び戻し、俺たちは中に入ることにした。中に入ると、夏場ということもあり、室内の湿気がすごい、すごく、カビ臭い。家の中を探索していると、ほこりっぽく、カビ臭くはあるのだが、室内は荒らされた様子もなく、家具も何もないので、やたら広く感じた。 一階を探索していると、い、e、いが、二階から笑い声しね、と言い出した。俺たちは耳をすわしてみたが、笑い声は聞こえない。い、e、いに、気のせいじゃないか、と言ったのだが、い、e、いは気になるらしく、見に行きたいと言い出した。しかし、まだ一階の探索も終わっていないので、仕方なく三人ずつのグループに分かれて、片方はそのまま一階を、 もう片方は二階を探索することにした。グループ分けは簡単で、同じ学校の俺と A と B がそのまま一階を、別の学校の C と D と E が二階を探索することにして、何かあったら階段のところで落ち合うことにして分かれた。あっはっはと、場違いに明るい笑い声が聞こえてきた。そしてすぐに、おい、 どうしたおいと、C と D の老狽した声が聞こえてきた。俺たちが大当てで2階に上がると、一番奥の部屋に3人はいた。笑い声の主はい、e、いで、窓の方を向いてまだ、<laughs> <laughs> と大声で笑っている。そしてその横に、C と D がいて、真っ青な顔で E をゆすぶったり、頬を引っ張られたりしていた。 俺たちもただごとるはないと三人のところに行って前に回り込んで E の顔を見たとき、俺は今自分たちが置かれている状況の深刻さに初めて気がついた。E は本当におかしそうに笑い声を上げているのだが、顔は無表情で、しかも目からは大粒の涙を流している。それに何か臭いと思ったら、どうやら失禁しているらしい。E はまるで、 俺たちのことが見えていないかのように、泣きながら笑い続けている。俺たちが狼狽して E に呼びかけていると、その場で一番冷静だった B が、とりあえず E をこのままにしておけないし、合宿所まで運ぼう、と言ってきた。そして、俺たちは E の手足と肩を持ち、外へ運び出そうと、一階まで E を運んだ。が、そこで問題が起きた。 ドアを開けようとした B が、声を狂わせながら大声で、ドアが開かねえよと言ってきた。俺たちは E を廊下に下ろし、みんなでドアを開けようとしたのだが、さっきは簡単に開いたのに、今はびくともせず。6人の中で一番体格のいい A が、ドアにタックルしてみたのだが、それでもまるで部屋気配はない。俺たちは軽くパニックになり、顔を見合わせていると、 二階からかすかに、ほこほ,ほ、ほこほ,ほ、ほこほ,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 ほ、と、まるで抑揚のない機械的な声というか、音というか、が聞こえてきた。E はまだ床に寝転がされたままに笑っている。とにかく外に出ないといけない。そう考えた俺は、一階のリビングがガラスの察しのみで割れば出られそうなことを思い出し、四人にそれを伝えると、リビングへと向かうことにした。 その時、ふと俺は階段の上を見て絶句した。階段の踊り場の少し上のところから、子供の顔が覗き込んでいる。月明かりが逆光になっていて、表情とかは何もわからないが、顔のサイズや髪型から、さっきの子供とわかった。相変わらず、おここ、おここ、おここ、という声も聞こえてくる。どうやら、 恋の主はこの子供らしい。しかし、何かがおかしい。違和感がある。俺はすぐにその違和感の正体に気がついた。子供は、階段の手すりからかなり身を乗り出しているはずなのだが、なぜか頭しか見えない。あれだけ乗り出せば、肩あたりは見えてもいいはずなのだが、俺がそんなことを考えながら、階段の上を行視していると、C が、 おい何してんだ早く出ようぜここやべえよと俺の腕を掴んでリビングへと引っ張った俺には一瞬のことに見えたがどうも残りの4人がイ、e、いをリビングへ運び込み窓ガラスを割り打ち付けてある板を壊すまでずっと俺は上の子供を凝視していたらしい俺は何が何だか分からずとりあえず逃げなければいけないとみんなでイ、e、いを担いで外に出た 外へ出ても相変わらず、おここ、おここ、おここ、という声は、家の中から聞こえてくる。俺たちは E を担ぎ、D が合宿所へ先生たちを呼びに行った。その後、E は救急車で運ばれた。俺たちは先生方に散々説教をされ、こんな事件があったので、合宿はその日で中止となった。帰宅準備をしていた昼頃、 十代くらいの数の車が合宿所にやってきた。中から二十人ほどのおじさんやおじいさん、あと地元の消防団らしき人が降りて、顧問の先生たちと何か話をすると、合宿所の裏に回り、例の家の周りにロープのようなものを貼り、柵のようなものを作り始めた。俺たちは何事なのかと聞いてみたが、顧問の先生たちは何も教えてくれず、 そのままバスで地元へと帰った。E は二日ほど入院していたが、その後どこか別の場所に運ばれ、四日後には何事もなかったように帰ってきた。後から事情を聞いてみると、E には家に入ったところから昨日までの記憶が何もなかったらしい。E が帰ってきた日の夜、俺が自分の部屋で寝っ転がってメールしていると、一瞬、 ここここここという、あの声が聞こえた気がした。びっくりして起き上がり、カーテンを開ける外を見たりしたが、いつもの景色で何もない。俺は、気のせいかな。と、起き上がったついでに一階に飲み物を取りに行くことにした。俺の家は L 字型になっていて、実質は車庫の上に乗っかるような形になっている。 冷蔵庫からペットボトルのお茶を取り出し、2階へ上がると、ちょうど階段を上がったところの窓のカーテンの隙間から、わずかに実質の屋根の部分が少し見えた。すると、屋根の上に何かがいる。この前あんなことがあったばかりなだけに、ビビりまくった俺が、窓からカーテンを少し開けて、外の様子を覗くと、屋根の上に、和服を着た子供が、 両手を膝の上に揃えて正座しているのが見えた。それだけでもかなり異様な光景なのだが、それだけではなかった。子供は、体を少し前にか、前かがみにして、下を覗き込むような姿勢なのだが、首のあるはずの部分から、細長いまっすぐの棒のようなものが、1メートルほど伸びていて、その先にある頭が、俺の部屋の窓を覗き込んでいた。 ぽこ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 という声も窓越しにわずかに聞こえてくる。俺はあまりの出来事に声も出せず、そのまま後ずさりすると一階へ降りた。寝ている親を起こそうかとも思ったが、これで起こした我がもういなかったら、それこそ恥ずかしい。その時なぜかそう思った俺は、そのまま一階のリビングで徹夜した。確か、 朝四時過ぎまで、ほほほ、という声は聞こえていたと思う。翌朝、恐る恐る部屋に戻ってみたが、あれはいなくなっており、室内にも特に変わった部分はなかった。その日の昼頃、自宅の電話に顧問の先生から電話があった。この前の件で話があるからすぐに来いという。昨晩のこともあった俺は、嫌な予感がして大急ぎで学校へ向かうことにした。 学校へ到着すると、生徒会などで使っている会議室に呼ばれた。会議室に入ると、A、B、それに、C と D までいる。さらに、うちの学校と C たちの学校の顧問の先生たち、それと、見たことないおじさんたちも数人いた。まず、顧問の先生のうち一人が、話し始めた。要約すると、 E にまた同じ症状が出たらしく、とある場所に運ばれたらしい。そして俺たちに、昨夜おかしなことはなかったか、と聞いてきた。俺はすぐさま昨夜のあれを思い出し、あの、深夜になんか変なのが、俺の部屋を覗き込んでいるのが見えて、と事情を話した。A、B、C、D には、特に異常はなかったらしい。すると C が、 そういや、お前さ、あの家の中で階段の上眺めながらぼーっとしてたよな。あれ関係あるんじゃないかと言い出した。そういえば、俺はあの時のことを思い出し、みんなに、あの時さ、変な笑い声みたいなのと、なんか子供の姿見たよな。と聞いてみた。しかしみんなは、声はずっと聞こえていたけど、 子供の姿は最初のドアのところで見ただけで、家の中では見ていないという。俺たちがそんなやりとりをしていると、さっきまで黙っていたおじさんが、事件の詳細を話し始めた。非常に長い話だったので、要約すると、俺たちが出会ったのは、氷世と呼ばれるものらしい。これは、あの年特有の妖怪のようなもので、滅多に姿を見せないが、 まれに妊婦や不妊の家の屋根に現れて笑い声を上げるらしい。そうすると妊婦は暗算し不妊の夫婦には子供が生まれるという非常に縁起のいいものだそうな。ただし理由は全くわからないが数十年に一度なぜか子供を取り殺してしまうという厄介な存在でもあった。ちなみにあの家は全く曰くも何もなく ただ氷瀬が偶然現れただけの場所なのだが氷瀬が子供を取り殺そうとした場合それに対する対抗策があり氷瀬が最初に現れた場所に結界を作り封じ込め簡易的な祠を作って祀ることで殺されるのを防ぐことができるらしい合宿所から帰る直前俺たちが見たのはその封じ込め作業だったわけだおじさんは続けてただ今回は何かがおかしいのだという 普通、ほこらを作ってまつればそれで終わるはずなのだが、今回はどういうわけだか逃げられてしまって、い、e、いがまた被害に遭い、しかも俺のところにまだ現れている。それに、そもそも現れるだけでも珍しい氷瀬が、自分たちの村とその周辺以外に現れる、というのも全く前例がない上に、氷瀬が前回子供を襲ったのは二十年ほど前で、早すぎるのだそうな。ただ、 おかしいおかしいと言っても、現実に起きてしまっているのだから仕方がない。俺たちは学校で村か、村から来たお坊さんに簡易的な祈祷をしてもらい、お札をもらって、君たちはこれで大丈夫だろう、と言われ返された。ちなみに、E に関しては、しばらくお寺で預かって様子を見て、その間にもう一度祠を立てて、氷祖を祀ってみるとのことだった。 学校から返された俺たちは、おのおの迎えに来ていた親に連れられて帰る予定だったのだが、話し合って、ひとまず学校から一番近い俺の家に全員で泊まることにした。安全と言われてもやはり不安だし、全員でいた方が少しは心細くないと思ったからだった。その夜、俺たちが部屋でゲームをしていると、コン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 、 窓を規則的に叩く音がした。俺の部屋は車庫の上にあり、壁もほぼ垂直なので、よじ登って窓を叩くなどまずできない。しかも、その窓は昨晩、例の子供が覗き込んでいた窓だ。状況が状況だけに、全員が顔をこわばらせていると、B が強がって、なんだよ。さすがに誰かのいたずらか風のせいだろ。と、カーテンを開けようとした。 俺は大ーてで B に事情を話し、カーテンを開けるのを踏みとどろまらせた。窓を叩く音はまだ続いている。D が、やっぱ正体確認したわよくねわからないままの方が余計怖えよ。と言ってきた。確かに、なんかその通りな気がした。なんだかわからないものが一晩中窓を叩いている状況なんて、とても耐えられそうにない。 俺たちは、階段のところまで移動し、カーテンを少し開けて、隙間から俺の部屋を見てみた。いた。昨日のあれが、やはり昨日と同じように首らしき棒を伸ばし、窓から俺の部屋を覗き込んでいる。そして時々、コン、コン、と、頭を窓にぶつけている。ほほこ、ほほこ、ほほこ、という、 例の抑揚のない笑い声のようなものも聞こえてきた。音の正体はこれだった。異様な光景だった。そして、昨日は気づかなかったが、あれは子供というより、和服を着た人形のようだった。頭が窓にぶつかる音も、人間の頭というより、中身が空洞の人形のような音だ。C が、氷瀬って、今日もう一度封じ込めたんじゃねえのかよ。 とつぶやいた。その時、俺の親父が騒ぎに気づいて、お前ら何やってるんだ、と階段を上がってきた。その声にびっくりした A が、思わず腕を窓にぶつけて、ドンッと大きな音を立ててしまった。それの棒の先にある頭だけが、カクンという感じでこっちを向いた。俺たちは、顔をはっきりと見た。 それはおかっぱ頭で、笑顔の人形だった。ただし、ただの人形ではない。顔は人形特有の真っ白な肌なのだが、笑顔のはずの目は中身が真っ黒で、目玉らしきものが見えない。口も同じで、唇らしきものもなく、そこにはやはりぽっかりと真っ黒な、三日月状の穴のようなものがある。それでも、 目や口の曲線で、にっこりという感じの笑顔だとわかるのが、余計に不気味だった。親父が、だからお前ら何やってるんだと窓のところに来てカーテンを全開にすると、それはさっと屋根の陰に隠れて見えなくなった。が、親父にも一瞬、何かがそこにいたのはわかったらしい。親父は大慌てで一階に降りると、携帯でどこかに電話をし始めた。どうやら、 昼間祈祷してくれたお坊さんやおじさんたちの連絡先を聞いていたらしく、そこと顧問の先生のところに電話をしているらしい。その後、影に隠れたきり、それは二度と姿を現さなかった。朝になり、昨日のおじさんたちと顧問の先生などが俺の家に来た。とりあえず異常事態ということで、全員を合宿所近くにあるお寺まで連れて行くという。 みんなの親たちが俺の家に来たのだが、おじさんが、被害がさらに拡大するといけないから、親御さんたちは来ない方がいい。ということで、行くのは俺たちだけになった。俺たちは、気の身気のままのまま車に乗せられ、出発した。昼前にお寺に到着した。お寺に入ると、ジャージ姿でげっそりとした感じのいいが、俺たちを出迎えた。 E によると、あれからいろいろあったが、なんとか今のところは助かっているらしい。本堂に入ると、お坊さんと昨日のおじさんが、昨晩の出来事を詳しく教えてほしいと言ってきた。俺たちが順番に状況を話していると、人形の姿の説明のところで、おじさんが、ちょっと待った。人形首が長い何の話をしてるんだ と驚いた声で言ってきた。そして、俺たちが昨日見た人形の姿を改めて説明すると、お坊さんと、いや、これは氷瀬じゃないぞ。どうなってるんだおかしいと思ったんだ。色々辻つ,つまが合わない。と、二人で話し合いを始めた。それからしばらく話し合った後、俺たちに状況を説明してくれた。結論から言えば、 ひょに取りつかれていたというのは全くの勘違いで、どうも俺たちにつきまとっている者の,の正体は全く別の何からしい。俺は、今さらそれはねえだろう、と思った。おじさんが続けた。最初状況を聞いたとき、子供のようなくす笑い声、生徒がおかしくなって笑いながら泣いている、村の近く、という状況から、 ヒョウスだと思ったらしいが、どうも今詳しく話を聞いてみると、ヒョウスの仕業と症状は似ているが、姿形がまるで伝承や過去の目撃証言と違うらしい。そもそもヒョウセというのは、子供くらいの姿をした、くじゃらの猿のような姿で、服も着ていないし、おかっぱ頭でもないし、当然、首も伸びたりもしないようだ。笑い声も、 俺たちの聞いた欲用のない機械的なものではなく、笑い声と言っても、猿の鳴き声に近いとのことだった。俺たちは途方に暮れてしまった。ぶっちゃけ、この寺に来れば全部解決すると思い込んでいたのに、今更なんだかわからないでは、どうしたらいいのか。室内が重苦しい雰囲気になり、皆しばらく沈黙していると、 お坊さんがこう言ってきた。とりあえず、何か良くない者がいるのは間違いない。少し離れたところに、こういうことに詳しい住職がいるので、その人を応援に呼んでくる。しばらくみんな、座敷で待っていてほしい。そう言うと、車に乗りどこかに行ってしまった。俺たちは座敷に通され、呆然としていた。 おじさんはしきりにどこかに電話をし、かなり揉めているように見えた。夕方になり、お坊さんが別の坊さんを連れて戻ってきた。お坊さんが戻ってくると同時に、さっきのおじさんが携帯を片手に、えらいことになった。と、お坊さんのところに走り寄ってきた。話を聞いていると、どうも村の子供が一人、い、e、いと同じ症状でいるところを発見されたらしく、 これからこっちへ連れてくるという。その寺のお坊さんが俺たちに、とりあえず後で話をするから、ひとまず君たちはさっきの座敷で待っていてくれ。というと、大慌てで二人で本堂の方へ歩いて行った。それから15分ごろすると、ワゴン車がやってきた。車の中からは、E の時と同じように、けたたましい笑い声がする。車の扉が開き、 中から数人の大人と、笑い声を上げる以外身動き一つしない、中学生ぐらいの子供が運び出され、本堂へと連れて行かれた。しばらく本堂の中から、あはははははは、という、笑い声とお経を読む音が聞こえていたが、それも10分ぐらいで収まり、静かになった。それからさらに15分ほどすると、 お坊さん二人が俺たちのいる座敷に入ってきて、いろいろと説明し始めた。さっきの子供の方は消耗が激しいので、本堂に布団を敷いてそのまま寝かせているらしい。応援でやってきたお坊さんによると、どうも話を聞いた感じや、さっきの子供の様子から見て、幽霊や妖怪のようなものが原因ではなく、何かしら呪物が原因ではないかという。特に根拠があるわけではないけれど、 感覚的にそう感じるらしい。そして、呪物の類だとすると、と前置きし、おそらく、祈祷で呪物と君たちの縁を切ってしまえば、なんとかなるのではないかと。そして、できればその人形も供養してしまいたい、とのことだった。とりあえずそういう話でまとまったということで、俺たちもそれで解決できるなら早くしてほしいと、話がまとまった。 と、その前に、俺はずっと我慢していたのだが、トイレに行きたくなった。事情を話し、でも一人じゃな、と思っていると、他の奴も全員我慢していたらしく、結局六人で連れションに行くことになった。トイレからの帰り道、本堂へ続く廊下を歩いていると、どこからか、ここ、こここ、こここ、という、 例の欲用のない声が聞こえてきた。場所はわからないが、あれがすぐ近くにいるようだ。C が、近くにいるような。というと、A が、かなり近いぞ。やばくねと返した。確かに、かなり近い。でも姿は見えない。すると、最後尾にいた E と D が、やばい早く今度に逃げろ 窓の上の方を指さしながら叫んだ。俺たちが指さした方向へ振り向くと、それはいた。前と同じように、屋根から頭だけを突き出し、おここおここここと笑いながら、例の真っ黒な目と口と顔をこちらに向けながら、ニコニコと笑っている。俺たちは全力で逃げ出した。本堂に着くと、 お坊さん二人とさっきのおじさんが待っていた。今になって気づいたのだが、おじさんはどうもこの村の村長さんらしい。俺たちが事情を話すと、お坊さんたちはすぐさま俺たちを座らせ、お経を読み始めた。しばらくお経を読んでいると、本堂の天井の方から、ほほこ、ほほこ、ほほこ、という例の笑い声と、こつ、こつ、という、 俺の部屋で聞いたあの音が聞こえてきた。俺たちはビビりまくって身を寄せ合っていた。しばらくすると声が聞こえなくなった。俺が終わったかと言い切らないうちに、今度は本堂の横の庭の方から、ほほほ、ほほ,ほ、ほ,ほほ、という声が聞こえ始めた。そして薄暗くなり始めた本堂の障子に、 夕日に照らされたあの人形の頭が映し出された。頭はゆらゆら揺れながら、相変わらず不気味な笑い声で笑っている。その時、俺は恐怖心と不安感と、連日の寝不足でもう耐えられなくなって、ちょっとおかしくなっていたんだと思う。人形の影を見て、恐怖心よりもその姿にイラつき始めた。ゆらゆら揺れている姿を見ると、 とにかくなんだかよくわからないがムカついてきて、とうとう我慢できなくなった。俺はお坊さんたちがお経を読んでいる横の鉄の食台を掴むと、ろうそくも悟ったまま引き抜き、周りが静止するのも振り切り、障子を開けた。目の前に、あの人形の顔があった。一瞬俺は恐怖心に襲われたが、怒りとイラつきが勝さって、 そのまま食材をぶら下がっている人形の頭をめがけ、ふざけんなと叫びながら振り下ろした。バキッという音がして、食材の先端が人形の頭にめり込み、そのまま人形は地面に落下した。俺は裸足のまま庭に降りると、さらに食材を振りかぶり、人形に打ち下ろした。すると、なんか頭の中に妙な感覚が芽生え始めた。 人形はそれでもなお、ほここ、ほここ、ほここ、と無機質に笑っている。俺はおかしくもないのに笑いたくなり、泣きたくもないのに目からボロボロ涙がこぼれ落ちてくる。明らかに、いいたちと同じ症状になりつつあるのだが、それでも俺は食材を振りかぶり、人形に打ち下ろすのをやめなかった。後から話を聞くと、俺はゲラゲラと笑いながら、 無表情でボロボロと涙を流していたらしい。しばらくそんな状態が続いていると、どうも食台に残っていたろうそくの火が人形の服に燃え移ったらしく、人形が煙を上げて燃え始めた。友人たちによると、人形の、おここ、おここ、ここ、という笑い声と、俺の絶叫が混じり合い、薄暗くなり始めた周囲の雰囲気と合わさって、 異様な状況だったという。それでも俺は、笑い泣きしながら殴り続けていると、どこを殴ったのかよくわからないが、めきっという鈍い音がした。その途端、俺の中の妙な感情が消えた。消えたというか、急にしらけてしまったと言えばいいのだろうか。とにかく人形に対するイラつきも、笑いたいという気持ちも、泣きたいという気持ちも、 急に亡くなってしまった。俺はその場にへたり込み、友人たちやおじさんが、大丈夫かと心配そうに近づいてきた。人形はもう笑っていないし、動きもしないが、燃えたままではまずいので、友人たちとおじさんが砂をかけて消していた。理由はわからないが、俺はなぜかすべて解決したような、そんないい気分になっていた。この騒ぎの中、 お坊さん二人はずっとお経を読み続けていたらしい。人形、もうほとんど残骸に近かったが、のことは明日詳しく調べることになり、箱に入れてお札を貼り、本堂に安置することになった。俺たちはお坊さんの行為でそのままお寺に泊まることにした。翌朝、俺たちは本堂に呼ばれた。どうやらお経のおかげなのか、 俺がぶち切れたのが原因なのか、理由ははっきりしないが、どうも一応解決はしたらしい。そして、人形はこのままこのお寺で供養することになったのだが、結局この人形が何なのか、そのあたりは謎のままだった。ただ、燃え残った人形の胴体に、焼け声消えかかった文字で、官方二年という記述と、 完全に燃えて文字数しかわからない作者の名前六文字。それと、はっきりとはわからないので、残っている文字の痕跡からの推測だが、渦人形という単語が読み取れた。お坊さんが言うには、とにかく正体は不明だが、何らかの呪物であることは間違いないらしい。燃え残った残骸に、頭と銅をつなぐ棒の部分があったのだが、 そこにびっしりと何か呪術的な模様が書かれていた痕跡があるのだが確認できたとのことだった。その後、今に至るまで俺も含め当時のメンバーには知る限り何も起こっていない。お寺のお坊さんたちからは人形の正体がわかったら連絡をくれるという話だったが、あれから数年経つが未だその連絡も来ない。 今日はエイプリルフールだ。特にすることもなかった僕らはいつものように僕の部屋に集まると適当にビールを飲み始めた。今日はエイプリルフールだったので退屈な僕らは一つのゲームを思いついた。嘘をつきながら喋る。そしてそれをみんなで聞いて酒の魚にする。くだらないゲームだ。だけどそのくだらなさが良かった。 トップバッターで僕は、この夏ナンパした女が妊娠して、実は今一時の父なんだ、という話をした。初めて知ったのだが、嘘をついてみろと言われた場合、人は100%の嘘をつくことはできない。僕の場合、夏にナンパはしていないけど、当時の彼女は妊娠したし、一時の父ではないけれど、背中に水子を背負っている。 ドイツがどんな嘘をついているかはなかなか見抜けない。見抜けないからこそ楽しい。そうやって順繰りに嘘は進み、最後の奴にバトンが回った。そいつはちびりとビールを舐めると申し訳なさそうにこう言った。俺はみんなみたいに器用に嘘はつけないから、一つ作り話をするよ。 なんだよ、それ。趣旨と違うじゃねえか。まあいいから聞けよ。退屈はさせないからさ。そう言って姿勢を正した彼は、では、と呟いて話を始めた。僕は、朝起きて気づくと、何もない白い部屋にいた。どうしてそこにいるのか、どうやってそこまで来たのかは全く覚えていない。ただ、 目を覚ましてみたら、僕はそこにいた。しばらく呆然としながら、状況を把握できないままいたんだけど、急に天井のあたりから声が響いた。古いスピーカーだったんだろうね。ノイズがかかった声だ。声はこう言った。これから進む道は、人生の道であり、人間の業を歩む道。 選択と苦悶と決断のみを与える。歩く道は多くして一つ。決して矛盾を歩むことなく。って。で、そこで初めて気づいたんだけど、僕の背中のそばにはドアがあったんだ。横に赤いべったりした文字で、進めって書いてあった。三つ与えます。一つ。 右手のテレビを壊すこと。二つ、左手の人を殺すこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり彼らは死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり、左手の人の道は終わりです。 三つ目を選べば、左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。めちゃくちゃだよ。どれを選んでもあまりに救いがないじゃないか。馬鹿らしい話だよ。でもその状況を馬鹿らしいなんて思うことはできなかった。それどころか、僕は恐怖でガタガタと震えた。それくらい、あそこの雰囲気は異様で、 無を言わせないものがあった。そして僕は考えた。どこか見知らぬ多数の命か、すぐそばの見知らぬ一つの命か、一番近くのよく知る命か。進まなければ確実に死ぬ。それは三つ目の選択になるんだろうか。嫌だ。何もわからないまま死にたくはない。一つの命か多くの命か、 そんなものは比べるまでもない。寝袋の脇には、大掘りのナタがあった。僕は静かにナタを手に取ると、ゆっくり振り上げ、動かない芋虫のような寝袋に向かって、ナタを振り下ろした。ぐちゃ。鈍い音が、感覚が、伝わる。次のドアが開いた気配はない。 もう一度なたを振るう。ぐちゃ。顔の見えない匿名性が罪悪感をまひさせる。もう一度なたを振り上げたところで、カチャリ。と音がして、ドアが開いた。右手のテレビの画面からは、色のない瞳をしたガキが、ぎょろりとした目でこちらを覗き返していた。次の部屋に入ると、 右手には客船の模型。左手には同じように寝袋があった。床にはやはり紙が落ちてて、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の客船を壊すこと。二つ、左手の寝袋を燃やすこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。 あなたと左手の人は解放され、その代わり、客船の乗客は死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり、左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。客船は、ただの模型だった。 普通に考えれば、これを壊したら人が死ぬなんてありえない。けどその時、その紙に書いてあることは絶対に本当なんだと思った。理由なんてないよ。ただそう思ったんだ。僕は、寝袋の脇にあった灯油を空になるまで振りかけて、用意されてあったマッチを吸って灯油へ放った。ぼっという音がして、 寝袋はたちまち炎に包まれたよ。僕は客船の前に立ち、模型をぼーっと眺めながら、鍵が開くのを待った。二分くらい経った時かな。もう時間間隔なんかなかったけど、人の死ぬ時間だからね。多分二分くらいだろう。カチャッという音がして、次のドアが開いた。 左手の方がどうなっているのか確認はしなかったし、したくなかった。次の部屋に入ると、今度は右手に地球儀があり、左手にはなまた寝袋があった。僕は足場に紙切れを拾うと、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の地球儀を壊すこと。二つ、 左手の寝袋を打ち抜くこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり、世界のどこかに核が落ちます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり、左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、 左手の人は解放され、おめでとう。あなたの道は終わりです。思考や感情は、もはや完全に麻痺していた。僕は半ば機械的に、寝袋脇の拳銃を拾い、撃鉄を起こすと、すぐさま人差し指に力を込めた。パン、と乾いた音がした。パンパ、ンパ,ンパ,ンパ,ンパン、パン、パン、パン。 リボルバー式の拳銃は六発で空になった。初めて扱った拳銃はコンビニで買い物をするよりも手軽だったよ。ドアに向かうと鍵はすでに開いていた。何発目で寝袋が死んだのかは知りたくもなかった。最後の部屋は何もない部屋だった。思わず僕はえっと声を漏らしたけど ここは出口なのかもしれないと思うと少し安堵した。やっと出られる。そう思ってね。すると、再び頭の上から声が聞こえた。最後の問い。三人の人間とそれを除いた全世界の人間。そして、君。殺すとしたら何を選ぶ 僕は何も考えることなく、黙って今来た道を指さした。するとまた、頭の上から声がした。おめでとう。君は矛盾なく道を選ぶことができた。人生とは選択の連続であり、匿名の幸福の裏には匿名の不幸があり、匿名の生のために匿名の死がある。一つの命は地球よりも重くない。 君はそれを証明した。しかし、それは決して命の重さを否定することではない。最後に、一つ一つの命がどれだけ重いのか感じてもらう。出口は開いた。おめでとう。おめでとう。僕はぼーっとその声を聞いて、安心したような、巨奪したような感じを受けた。 とにかく、全身から一気に力が抜けて、ふらふらになりながら最後のドアを開けた。光の降り注ぐ眩しい部屋。目が眩みながら進むと、足にコツンと何かが当たった。三つの家があった。父と母と弟の家が。これで、おしまい。 彼の話が終わった時、僕らは唾も飲み込めないぐらい緊張していた。こいつのこの話は何なんだろう。絵も言われぬ迫力は何なんだろう。そこにいる誰もが、ぬらりとした気味の悪い感覚にとらわれた。僕は、ビールをぐっと飲み干すと、勢いをつけてこう言った。んな気味の悪い話やめろよ。楽しく嘘の話をしようぜ。 ほら、お前もやっぱり何か嘘をついてみろよ。そう言うと彼は、口角を釣り上げただけの不気味な意味を見せた。その表情に、体の底から身震いするような恐怖を覚えた。そして、口を開いた。もう、ついたよ。え一つ、作り話を。 するよ。もう五、六年前の話。俺の昔の友達に、いわゆる見える人がいたんだが、そいつがなんか守り神みたいなものを連れているらしかった。だから見えちゃいけないものが見えても、取り憑かれたり、危害を加えられたりすることはなかったらしい。その守り神、 普段俺には見えないし、声も気配も感じなかったのだが、どんな感じなのと聞くと、着物姿の女の人と本人は言っていた。忘れてしまったが、なんとか様みたいな名前もあったと思う。当時俺は、そういうオカルトな話が大好きだったから、別段気持ち悪いとか、こいつ頭おかしいんじゃないかとか思わず、そいつから色々な心霊話なんかを聞かせてもらっていた。 で、ある日そいつの家で遅くまで遊んでたとき、そのまま家に泊めてもらうことになった。遊んでたときは、1階の居間だったけど、寝るときは2階のそいつの部屋に移動。部屋に入ると、異様にガラーンとした部屋だった。五畳半ぐらいの広さに、勉強机と、その上にデスクトップの PC があるだけ。他には何もない。ただ、 部屋の隅のところに、神棚が置いてあった。お酒と塩と、炭のかけらのようなものが備えてある。何これと聞くと、ああ、それ、〇〇様の家みたいなもんだよ。と友人。例の守り神の隅からし、なんとなくすごいものを見た気分になった俺は、その神棚に興味津々。神棚の知識なんてさっぱりだが、 結構立派なもので、安物には見えなかった。正面の観音開きになっている部分は閉じていたから、開けてもいいかと聞くと、断固 NG と言われた。で、少しだべった後眠りについたんだが、その夜に、妙な音が聞こえて目を覚ました。ガランガラン。神社の鈴の音みたいだった。最初は外から聞こえたのかと思ったが、 それにしては結構大音量で聞こえたものだから、何だろうと思って起き上がろうとした。が、体が動かない。あれこれ、金縛り金縛りになったのなんて生まれて初めてだ。隣で寝てる友人に助けを求めようと考えたが、指一本動かせない。一人でもがいていると、今度は、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。 ごめんなさい。ごめんなさいと繰り返す男の声が聞こえてきた。こうか不幸か、目だけは動いたので、思い切って目を開くと、俺の顔を覗き込むようにして、頭のそばに誰かが立っていた。黒い着物の、多分10歳くらいの女の子。ただ、髪は長いストレートの金髪。真っ黒な部屋の中で、 その子の髪と目が光っているみたいにはっきり見えた。その時、怖いとは全然思わなかった。むしろ、悲しばりと謎の声で感じていた恐怖が、その姿を見て吹っ飛んだ感じ。これはきっと、例の守り神だろう。あいつも、黒い着物の女の人って言ってたし。てっきり着物のおばあちゃんみたいなものかと思っていたら、 なんだかわいいじゃないか。ごめんなさい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 。さ,いさっきの男の声は、まだどこからが聞こえてくる。と、その子が何かを俺の上にかざした。紐で結ばれたソフトボールぐらいの大きさの鈴だった。それを軽く振ると、ガランガラン、と、最初に聞こえた音。何してるんだろう と思いながら、意識がまどろんでいって気がつけば朝になっていた友人に夜会ったことを話すと「ああやっぱりね」と納得したふうそいつが言うには「お前なんかよくないものがついてたんだよだから〇〇様が今日は止めていってやれって厄除けしてもらったんだろう」ということらしかった ごめんなさいという声は、俺が発していたものらしく、俺にひっついていた人の懺悔だったのだそうな。俺はそれまで、オカルト話が大好きだったけど、本心から信じてもなかった。幽霊とか神様とか、あくまで空想の産物だと考えていたけど、この出来事があってから、ちょっと見方が変わった。なんていうか、あるところにはあるもんだなぁと。 俺の方が引っ越して以来、そいつとは会っていないが、あいつとあの守り神、元気にしているだろうか